はい、皆さんこんにちは、ワンダーリグリビーです。では今回はギレンデボジョンの系譜ジョング編続きをプレイしていきたいと思います。前回はソロモンをティターンズから奪還する戦いを行いました、ビグザムドズルザビ中将が大活躍してソロモンを、奪還できましたので、今回はその続きになります。まずドズル、そしてギレン総帥自ら率いる宇宙軍、これはですね、この後ソロモンからルナ2、この攻略に向かってもらいたいと思います。で、一方キシリアが率いる軍はですね、この後地球へ降下、エウゴが地球上で活動を開始していますので、これを潰していくという戦いを行っていきたいと思います。先行してハワイにはガイアはじめサイクロプス隊、これをハイゴックに登場させて日本に侵攻させていくという作戦を行っていきたいと思っています。衛星軌道上から降下してきたキシリアの部隊と合流してですね、地球上の英語を叩いていきたいというふうに考えています。では早速プレイを始めていきましょう。やっぱりマーク2とか出てきている中にあってもですね、ビグザムの強さは圧倒的なものがありますね。なので、ビグザムをね、もう何機か作ってザビ家の面々には登場してもらいたいなとは思うんですけど、コストかかってくるので、先にハイゴック、これをね、地球上での生産として、量産化を行っていますので、これが一段落したらですね、ビグザムを、今1機しかないんですけども、あと、そうだな、3機ほど作って、ギレン、キシリア、そしてガルマにも乗ってもらえたらいいのかなというふうに思っています。パッと見、どうだろうな、ホワイトベース級アルビオンか、何か一隻いるのは確認できますね。あとアクアジムの機影も確認できます。これらをちょっと叩いていきましょう。敵の増援は、増援もいるな。ガンダムタイプが見えますね。こちらは、全部ハイゴックで固めてますので、なんとかこのハイゴックで確実に敵を捕まえながら進んでいきましょう。やっぱりちょっと数が多いですね、エウゴはね。ハイゴック隊で日本近海はこのまま排除を続けていきたいと思います。続いて、降下してきたキシリアのガルバルディ隊ですけども、北京の攻略ね、このガルバルディ隊だけではさすがに難しいので、一度撤退してですね、味方の軍と合流、そのうち再び攻勢に出ていきたいというふうに思いますので、まず日本近海まで、撤退行動を開始していきましょう。敵に追いつかれるわけにはいかないので、一度遠回りしてでも確実に逃げ切れるルートを採用します。そうするとですね、今エウーゴがどうだろう、ホンブラウン経由でグラナダに向かってくる気配がちょっとあるので、一度部隊をグラナダに戻したいと思います。そう来るかっていう感じはありますけどね、どっかでくさびを打ちたいところですが、どうだろうな、ちょっと敵の部隊の動きもあることではありますので、衛星軌道上を一度放棄しましょう。で、グラナダ、さらにソロモン、アバワクーを守れるようにしたいと思います。ではルナ2攻略戦始めていきましょう。エウーゴの動きがだいぶ活発化しているので、ティターンズをここで早々に潰してしまうというのが、いいのかどうかっていうね、ところはあるんですけども、まずはここね、ティターンズの拠点、ルナ2を取ってしまいたいというふうに思います。で、ここの拠点攻略にあたってなんですけども、まずですね、ギレン総帥は、グラナダの防衛に向かってもらいました。ちょっとグラナダが危ないかなという気配があったので、ここは無理せずですね、ドズル・ザビ中将にルナ2の攻略は任せて、ギレン総帥は撤退をしてもらったというところです。なので、ちょっとね、母艦がないところがありますので、エネルギーの
まあ、補充という点についてはですね、十分に配慮しながら、ちゃんと補給ラインに乗っかりながら進んでいければいいかなと思います。まあ、さすがにこのルナ2重いし、守りも硬いし、拠点も簡単に取らせてくれないですね。まあ、ただなんとかね、取れるようにここはメガ粒子砲を打っていきましょう。まず拠点をどうしても一つ抑えたいので、この拠点をね、取るための行動というのを取っていきたいと思います。ギレンがいないだけでここまで苦戦するかっていうぐらいで、やっぱり苦戦が出ている状態にはなってますので、まあ、なんとかね、ここで勝利のためにですね、前に進んでいければいいかなというところですかね。まずは拠点をね、確保して補給地点を取りたいので、まあ、多少無理してでもそういう動きをしていった方がいいのかな。さあ、ここだ。このドズルザビ中将のメガ粒子砲一発しか撃てないと思うので、ここで敵をね、なぎ払っておいて補給地点を確保して、もう一発撃てるようにね、エネルギーの補充を行いたいと思います。敵をなぎ払い、ここからエネルギーをもう一回補充ですね。日本は取れそうですね。まあ、敗北隊に多少損害は出ていますが、日本を取ることによってキシリアのガルバルディ隊、これと合流ができると思いますので、これと合流してですね、戦力を立て直して、北京を伺おうというふうに思います。まあ、英語の動きがだいぶ活発化してきている状況なので、まあ、できるだけね、英語の動きを封じ込めつつ、先ほどご覧いただいたルナ2の攻略戦ですね、これをなんとか完遂させたいというふうに思っています。まあ、ただルナ2がね、思ったより苦戦してるんですよね。ルナ2の攻略戦なんですけども、ギレンのグアシンがグラナダ防衛のためにルナ2攻略に参加していないことによってですね、ご覧のようにもう結構エネルギーがカツカツの状態になってまして、この補給ライン上にみんな並んでいるっていうね、なんともちょっと滑稽な状況にはなっているんですが、なんとかね、ここをしのいでいきたいなというふうには思っています。まあ、ドズルのビグザムもエネルギーの補給ができないまま体力をね、じりじり削られてしまっている状態なので、なんとかここはですね、まずエネルギーを回復して、その後にですね、もう一度メガ粒子砲をぶっ放したいなっていうね、そういうふうには思っています。これはバスクのサラミス回ですね。これ撃沈しておきましょう。数ではもう完全に逆転してるんですけど、継戦能力、まあ、つまりエネルギー補給という意味では、まあ、全然劣っている、厳しい、まあ、そういう状況ですね。まあ、ドズルにはなんとか生き残ってもらって、次のね、戦いに備えたいなというところなんですけども、ここ残れるかどうかだな。アレックスの攻撃獲得、残った。これ残ってくれれば、今拠点上にいるので、エネルギーも補給も一定数期待はできるかなと思います。ドズルが復活さえしてくれれば、再びメガ粒子砲を撃つ、まあ、その準備に、ね、入っていきたいなと思うんですけど、ここメガ粒子砲撃てるな、撃っちゃいましょう。ノリス、ニムバス、トクワンのこのガルバルディ隊、これ撃破されると痛いな。エネルギー切れになっちゃってますので、まあ、ちょっと一度河川上からは撤退させましょう。いや、本当に厳しいね。エネルギー的にみんなどうの王妃と思う、結構苦しいなっていう状況になっているので、とはいえね、ちょっと攻撃はしていかないとまずいので、攻撃をしてちょっとでも削っていきましょうか。やっぱ戦艦最低でも1隻は必要ですね。まあ、グア人級があれば一番いいですけど、まあ、最悪無才でも、まあ、あるいはザンジバルでも何でもいいので、やっぱりエネルギーがね、
自由に補給できる機体、まあ、戦艦っていうものは必要かなっていうのがこの戦いで痛感させられてますね。ここはドズルのメガリー手法です。あとはドズルはね、もうここにいる限り大丈夫だと思うので、あとは他のガルバルディ隊が削られないようにちょっとでもね戦力を温存できるように心がけていきたいと思います。ここ反撃はしちゃいましょう。反撃しても次メガリウス手法打てると思います。ここはメガリウス手法で、ここにいるギャプラン、アレックス、これをね、撃破しちゃいたいと思います。他が本当にエネルギーきつきつだな。攻撃できる人が残ってないからだ。マクベがまあちょっと残ってるかなっていう感じかな。さあ再びメガ粒子砲です。これでギャプランも削っていきましょう。まあ、ドズルはもう大丈夫ですね、ここにいる限りね。あとはどっかのタイミングでこの場所をガルバルディ隊に譲ってガルバルディ隊のエネルギー回復をねちょっと考えたいと思います。破壊とは駆け引き。このギャプランはマクベが撃破してくれました。敵の残りの数5ですね。このうち3機はビグザムで撃破するので、ここでこの2機ガルバルディベーターとマーク2を撃破できるかどうかだな。よし撃破した。これでルナ2は取れたと思います。まあ、ルナ2取れたとはいえ戦力がズダズダにされたので、ちょっと一旦は回復あるいは補給補充に当てる必要があるかなというふうに思われます。このメガ粒子手法でこの雑魚どもを投げ払っていきましょう。ビグザムもね、やっぱり、補給ライン上に乗って初めて進化を発揮する機体、残ったかなので、もうちょっとね、効率よくというか、いい場所取りができたらよかったのかななんていうふうには思うんですけどね。さあ、逃げていく敵を追っていきましょう。これ追いつけんのかな？ちょっと追いつけなそうだな。このターンでの攻略を、諦めざるを得なそうですね。ガルバルディも、ちょっと届かないよね。では回復しながら次のターンにかけましょう。これ普通に攻撃した方が撃破できたかもしれないな。ただアレックスはね、まあやっぱり硬かったのかな。ジム2とアレックス残ってますけど、もう敵の数これだけなので、次のターンで確実に制圧していきましょう。ではこれでようやくルナ2の攻略完了になります。ルナ2の後はグリプスを狙うのか、それとも一度ね英語叩きをするのかというのは検討が必要かなと思うんですけど、まあ、とりあえずはルナ2で戦力をね立て直したいと思います。でルナ2でどうだろう、戦艦ムサイあるいはザンジバル無理してでもちょっと作ってもいいかなというふうに思いますので、まあ、そのあたりもねちょっと考えてはおきたいと思います。厳格化、ティタンズの戦力は低下し本拠地グリプス2の攻略が可能です。はい、ティタンズの本拠地グリプス2の攻略作戦が提案されましたというところで、じゃあ今回はねここまでにさせていただきたいと思います。まずはね先ほどお話した通りこのルナ2取ったとはいえこれだけ補充をしたりとかいろいろ戦力のね回復が必要になってきますので、ここをまず最優先にやっていきたいと思います。